県内のトップを切って鶴岡市の湯の浜海水浴場で海開きが行われました。湯の浜海水浴場近くの広場では関係者らがシーズン中の無事故を祈願しました。今日の鶴岡市は午前中雲が広がりましたが波は穏やかで、地元の小学生が早速初泳ぎを楽しみました。海どうですか？楽しい、うん、冷たくない？冷たいけど楽しい。海好きですか？どういうとこ好きですか？庄内浜では随時海開きが行われます。